はい、バトルはですね、はい、ジオ、デルタプラス、シャンセンのザク、V スガンダムで、プレイして、あー、綺麗よ。戦争の後、地球圏を抑える天才が必要だとは思わない、今4人の、すごい、はい、プレイヤーが、私にすげー動きますね、消えろ、遅れがないよね、うん、キラキラ全然しないいけ、ジオ、あれ、手出るんだよ、これか沈め、避けられるかな、おー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 、これじゃさせるか、させるか、舐めるな、ちょっとまずいか、させるか、舐めるな、させるか、舐めるな、とりあえず埋めるのやってもらえませんか、甘い、あ、いけ、ジオ、当てる、いけ、ジオ、今ガンダムと攻撃しようとしてる、これ今期待何で、ジオってガンダムとシャーザクガンダム、シャーザク V2、 ジオシャーザクとあと V2、 なんで V2 なんか出てるシークすごいね、今なんとなく見た感じ、これは予想だ、ああやられた、ジオやられちゃった、決められた役割を演ずるというのは難しい、決められた役割できなかったじゃん、演じられてない、あ、ダイちゃん、ダイちゃん、ダイちゃん嫌われてるガンダム、ガンダムはどれも嫌われていません、あ、今覚醒技ですね、そうですね、覚醒、これ何、3つボタンを押した時と同じやつ、私も押しました、同時の、お兄さん、ソジ君がいっぱい情報持ってて、お兄さんが持ってるじゃないの、ソジ君これゲーセンで言ったらどれぐらいのやつなの、どれぐらいのやつっていうの、新しさから言ったら一番新しい、生の感情を出すようでは、属人を動かすことはできても私には通、あ、今隠しで出てたね、はい、ね、いった形で、はい、はい、プレアマッチの紹介でございました、はい、はい、そして2つ目の、モードです、はい、はい、アルティメットバトル、アルティメットバトルです、これどういうモードかと言いますと、機体を強化、しながらですね、うん、どんどん現れてくる、敵機を撃破して、コースクリアを目指す、これ一人でできるんだ、はい、なるほど、そして、機体の強化した内容っていうのは、コースクリアまで、反映されますので、1回クリアするとまた、次回プレイ時はまたゼロから、なるほど、していくというふうになっています、そして、クローズベータテストではですね、1種類の専用コースっていうのを用意させていただいております、でちょっと言葉だけだと分かりにくいかなと思いますので、うん、はい、こちらも、映像の方をご用意いたしました、これは、はい、見たいな、このコースだな、俺やるんだったら、はい、これがメニューの一人だからこれだな、そこでこれだな、ゼロからスタートしてどんどん自分を強化していきながらクリアするってことですか、そうですね、はい、今左上にネクストウェーブ1と書いてるんですが、このコースは、ウェーブを30クリアしていくような、なんでアインじゃないの、今日俺いるのなんで俺いるのにアインじゃないの、アインないの、おおすごい、あこれ歌って曲ってこれどうなってるんですか、 BGM は、コースに応じた、あ、なるほど、あ、なんだ、あ、なんだ、わー、あ、ボール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 、あそこにいる、ボール、ボールついてる、ボール、宇宙じゃないの、似た、ボール、ボールは宇宙でしか使えないんだよ、ほらほら、ボール、ボール、ボール、あれ、あ、すげえ、ボールいっぱいいる、これだけね、バーニア使ったら、これ地上では無理ですよ、浮かすこともできないはず、ゲーム、ゲーム、ボールいた方が楽しいでしょ、楽しい、はい、そしてどんどん、はい、クリアしていくことによってウェーブが上がっていきます、でさ、まだ初期じゃなくてまだサクサクが、まあ、後半に行けば行くほど、はい、ガンダムも、はい、ガンダムが出てきたりとか、はい、ボールだけじゃなくて、いや、ジオング出てきた、ほらほら、バンキャノン来たの、バンキャノン、そろそろ厳しくなってくるから、ね、そう、4回目来た、4回目、何、あ、4回目、ね、あ、グフだ、グフ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 は強いからね、接近したくねえな、グフは、グフは強いよ、たまに画面の右の方に力が出てくる、出てくれてるんですが、これはバトルナビという人で、まあ、自分で戦闘する、ボス、出てきた、ボスもいるんだ、ボス何、ボスいるんだ、
ガンボール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 はボスじゃねえよ。何ガンダム白いやつだ。ガンキャノン。ガンダムじゃないじゃん。ガンダム。ちゃうちゃうちゃう。もっとつるんとしたガンキャノンやつやつ。で今あの652ってあの左上にあるんですが、このポイントが5ウェーブごとにあのこうやって自分のパラメータを、はい、なるほど、これやりたいです、ね、これを消費してやる。今瓦礫が動いてた、瓦礫が動いてた。今のバグだ。これで今強化するじゃないですか。はい、はい、あ、映像ちょっと早いですね。はい、戻った思った。はい、パープの方に素敵な笑顔。何ですか、パープの方に戻ってください。はいはい、そして今は出てなかったんですが、はい、どんどん撃破を重ねていくと、うん、時折ですね、特殊なルールのエクストラバトルというものが発生します。あ、面白い。はい、で、ですね、あのさっきのムービーの最初にソロプレイとオンラインプレイってあったと思うんですが、はいはい、オンラインプレイの方を選択していただくと、うんうん、最大6人のプレイヤーによるオンライン対戦プレイにそのエクストラバトルが出てくるんだ。はい、なります。はい、次元に迷い込んだ人たちだ。ちょっと今のはごめんなさい、分からなかったんですけれども、大変申し訳ない。フォローで安田さん早く、はい、フォローできなくて大変申し訳ない。で、その最大6人のマルチプレイというのがですね、うん、3on3 と。3on3、 はい、あの6人協力してクリアするんじゃないんですね。ですね、時折発生して、はい、で、勝ったチームの方がさっきのステータスを上げるポイントがより多くもらえる。はい、そのポイントをかけて戦うといった、はいはい、はい、そして3対3と、あともう一つが CPU のボス対5人という、5人、はい、っていうものが発生します。うわ、面白そうだな。今日その映像も、なんでも映像あるんですね。はい、まだ発売前なのに、ベータテスト前なのに、そんなにあんの？あのベータでこれは実装を、はい、なるほど、しております。見よ、はい、どっちの映像ですか。まずは、3on3 から。はい、見よ、はい、これだいぶ戦い方変わるんじゃないかな。3ってどうやんの。結構大変だと思いますよ、これ。3今です。うわー、かっけー。サンドロックやん、サンドロック。うわ、もうすごいなこれ。これはもう避けられへんで、これ。これポーション来ても無理だよ、こんなの。今俺が狙われてるってなってる。もうね、ニュータイプで、ニュータイプ、みんなニュータイプになってる、遊ぶゲームだ。そうですね、ジェスターと、サンドロック、サラビーと、はい、声が邪魔だ、ね、ちょっともう喋りが邪魔です。僕らの大事なお仕事。あのビームの音とか聞きたいから。こいつら喋れないでほしい。で、この機体の組み合わせは、はい、3月19日に行うフェーズ3、はい、3つ目のフェーズで、登場する機体の。なるほど。アクシとかもいるんだ。これすごい。この機体なんて言うんですか。どれ、ね、これツバイじゃない、スローヌバイじゃない。はい、あの浪川くんが乗ってる、浪川くんが乗ってて他のやつに乗っ取られた機体。で、しかもモビルスーツに乗ってやられたんじゃなくて、画面のオフで藤原さんの役にパーンって撃たれてジャウっていう。そうでしょ。それは浪川くんの悲劇を言ってる。ハンネルの動きが今すごかったですね。そういうのは全部庄司くんが言うんじゃないの。そうですね、庄司くんが一番慣れてんじゃないの。そうそうそう、兄さん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 、お兄さん、これちょっとすごいところ説明するよ。すごいところですか。お兄さん、やっぱ3対3ってことで、お3対3まず何できる。よりやっぱりプレイが複雑になりますよね。うん、で、戦略的にはどう変えていきますか。戦略的にはやっぱり2 on 2よりもやっぱ自分立ち回りが丁寧にやらないと、もう3人のキャラの役割が決まってくるんだ、ちゃんと。じゃないとこう祭りみたいになっちゃって、こうごちゃごちゃってなっちゃって、よく分かんないことになっちゃう。2人だったらね、あの1人を2人で狙うっていうシステムにした。あと前衛後衛はっきり分かれたりだとかあると思うんだけど、3on3。そして次だ、ボスハンターですね。うわ、俺スカトリアがいる。はい、今スカトリアがいる。ステージはダブル。アップサス、あれでかっ。うわ、アップサラスはきつそうだな。アップサラス、あんな早く動くんですか。ねえ、ちょっと違うね。ブレガンダムブレイカーと違う。ガンダムブレイカーとは違うな。基本はガンダムブレイカーだからな、俺たちは。俺たちは2人だけですよ。
辺の臨場感すごいっすね。これはボス以外にも敵が出てくるんですか。このあのボスアンサーは、はい、ボス最後に、はい、なるほど。わうわこれちょっと面白そうだな。 UA の腕であのあれ出ないのビームドンさんってあれぐるぐる回すやつね。ブレーカーだとぐるぐる回すやつ、はいはいはい、出ないんだ。機体の組み合わせは、ダイガンダムと、ヤクドーガ、ミディアムスカイ、サトリア、ドトラタン。ドトラタンって何？こちらはあの3月18日のフェーズ2の組み合わせになっています。あ、何かが当たった。なんか流星が当たったぞ今。これ色変わりましたよこれ。おお、めっちゃ強い。ガンダムハンマー。声が邪魔だ。声邪魔ちゃうわ。声聞きたい。もうむしろ声聞きたい。声いらないわ。あれ何だ。強い。人の命を大事にしない人とは。結構長もう活動してる。あー結構長だ。いいとこ持ってったな。結構もうブレイカーの月光町はあんなに綺麗じゃないよ。あんなに羽が出ない。あ、すごいすごい。これだ。アピが半端ない。うわー。